今日は野村監督オンタイム自ら黄色いメガホン持ってきは気合が入ってます。三塁側の阪神のベンチ、しかし岡崎さんピッチャーだってバット持って入るんですからね。特にこの一周はね、バッティングはね、スワローズは一番いいですからね、はい、これまで3本のヒット打っています石井。さあ夢侮れません。川尻まず外、ランナーは二塁一塁、逆転ランナーも出ています。2回の裏ヤクルトの攻撃、マウンド上の川尻、今日が13試合目の登板になります。とちょっと抜いてきました、強振した石井。今シーズンこのヤクルト戦は4月18日福岡ドーム、10対3でまず1勝、その後25日に甲子園で5対0とこのヤクルト完封勝利を飾っています。どうもスイングとボールが合いませんね、タイミングがね徹底してきは抜いてきますね、川尻、今もスライダー2つ続けましたね、変化球を丹念に低めに集めてきます。この変化球のコントロールの方がいいんですよね。ストレート系の方が真ん中辺に行く恐れがあるんですよ ね、 なるほどね、まあ、そういう意味も含めて、あのストレートが少ないっていうところなんですよね。はい、まあ、普通岡崎さん鉄則からいくとバッターがピッチャーの場合なんかは速い球でどんどんと押すというねことになりますが、ええ、でもやっぱり、バッティングのいいバッターに対しては、はい、変化球を多めにしますよね。あ、徹底して変化球です。今のはかろうじてバッターに当てました。ランナー二塁一塁ツーアウト、ヤクルトの攻撃、バッティングはあまり良くない、それだけ打った、第1号のスリーランホームラン、ピッチャーの石井が打ちました。唖然とした表情、三塁ベンチ野村監督、トゥーエンテューから投げてきたボール、バット一戦宇宙間スタンドへの石井和久、本季第1号の逆転ホームランです。もうストレート系のボールでしたかね、今ストレートじゃないですかね、じゃない、ずっとそのスライダーで、見てみましょう、これですね、おこれがあるんですよ、川尻、まあ、今スライダーですかね、ちょっと曲がってスライダーだと思うんですけど、はいはい、ファーストストライク目と2球目と、そして3球目ファールした球と全部インローのいいところに来てるでしょ、スライダーが。本当ですね、で最後のボール勝負球が今のより真ん中に来てしまうんですよね。岡崎さん今日ゲーム始まる前から言ってました、川尻はねそういうところがあるというね、だからやっぱ勝てないんだと思いますね、思ってるほど、はい、いやお見事、石井勝久通算3本目のホームラン、逆転でこれでまた石井がひょっとしたら3回以降乗ってくるかもしれませんね、これね、これは宇宙間のフライ、ライトが川井掴んでアウト。いやーこういうことがあるんですね、岡崎さんね敬遠気味でイーダーを歩かせてね、まあでも今のはね、はい、まあなんて言いますかね、アンラッキーとラッキーというんですかね、ただこれで石井が気分よく次のイニングからピッチングに移れることには違いないです、はい、そうですね、はい、いやご覧のように神宮球場2回裏、石井に逆転スリーランが出まして3対1、スワローズが2点リードを奪ったところです。